はい、どうもゆうです。こちらです。家で、の中で、はい、テント立ててみた、出ていきたいと思います。はい、2、3年前に、はい、買った、4000円ぐらいの、テントです。はい、はい、ドンキホーテで買いました。ドンキホーテで買いました。はい、はい、それをね、ちょっと足んないかもしれませんが、うん、ちょっと立てていきたいなと。3人用。3人用です。うん、はい、3人用だからね。フルフルに。ここに3人寝れるかどうかまず問題だよね。うん。立てていきましょう。3人寝れるか問題。3人寝ないよ。ない。寝て2人です。あ、じゃあここにね。あ、ここに、うん、ああ。いや、テント張ってもいい。じゃあ、やりましょう。はい、そして、なんで今回、これをやろうと思ったか。はい、あ、ハサミある？はい、向こう。何もしない。はい、持ってくる。いいよ。お前というと、去年からキャンプ行く、はい、予定を立ってたんですけど、はい、まあ自分たちはね、行動力がないということでね。行動力がない、全くない、全くない。で、行こう行こう、このままです。全然行かないんで、あ、もうね、行かない、もう絶対行かないなって思ったんで、まあ一回ね、一回立てましょうという感じで、買ったからね、一応ね。あ、でもこれは、うん、キャンプ行くじゃなくて、そう、災害用としてね、うん、買ったんだけど、やっぱ今だとね、人が集まるとこ行きたくないじゃないですかね。うん、うん、それもあるし、ね、あんまり出かけたくない、ね、で家の前にいたいんだよね、災害あっても。ゲームじゃん、ゲームで。そういうことでね、キャンプ行かないからな、行動力なさすぎて、ね、どっかね、ゆるキャンのね、あのキャラが行ったところにね、行ってみたいですよね。うん、はい、行く計画を立っていたんだね。俺に言って、さあ、匂い、匂い、蒸し、蒸し、何にもしない、結んでおります。はい、取ります。はい、取ります。はい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 。ああ、そうだね。ああ、もうこれはテントなんだね。はい、もう一回さ、うん、もう一回ちゃんと見えてるかな、映ってるかな、気になっちゃう。ああ、一応いいね、多分、多分。まあ、なるべく、そうだね、この辺でやっちゃうんだけど。これがあれだね、棒、骨になります。あ、あれってこれ地面になんか刺したりしないの、これ。あ、え、つんだ。ああ、別にいいよ。じゃあ4つの、あ、それはなくなるだろうね。何、隅っこなんかで、ね、風のね、止める、うん、ちょっと重いもので止める。クイクイクイ、あ、これクイクイ、さあ、なんかうん、これはあれだ、湿気、湿気のするやつでしょ。あ、そうだ、これぶっ刺すやつだ。うん、ぶっ刺すやつ、多分地面にこれね、はい、ぶっ刺すやつ。今回は使いませんと。こっちへ行こう。はい、そしてこれが、あ、あ、これ被せるやつか。これだよな。作り方さ、ここに書いてある。うわあ、変な動きあえて。え？これさ、いや、あのね、うん、説明書ない。作り方みたいなのないよ。自分でやれって、うん、これはね、見た目的にさ、目にかけるだけだよ、これ。これかけるだけ。あ、なるほどね。先こっちだな、これが。ない、これ、ビニールだね。はいはい、これを、しよう。あ、もうこれ、簡単にね、広げてみてないで。あ、で、これが、あー、それとか下だね、でかいぞ、これ。
思ったらすぐですよ。だって2メートル2メートル使っちゃうよ。あ、そうか。蛇が横に乗ったらもう1メートル75だもんね。いや、でもギリギリいけるかもしれない。じゃあこれ武器がこっちだね。で？で？違うな。あれ、入り口だぞ、入り口。これだ。じゃあこれを上に来るじゃん、こうやって。これさ、このかけるやついっぱいあるじゃん、これ上になんかかけんじゃないの。あ、これあるね。骨組みみたいなのない。あるあるよ。あ、わかった。この黒いの窓、この黒いのついてないっけ。あ、これじゃなかったかな。あ、それか。うわ、さあ、ゆるキャンでね、少しだけ音をしたので。そうなの。ストラップにしとこう、ちょっとやばい。ストラップにしたやつをなくす。これにそれ入ったのね。はい、うん、ゴムで、うん、ね、わかんないです。あ、なるほど。たぶん4本に分かれてるんじゃないの。こう、あ、1、2か、2本クロス。え、あー、分かった。こうですね、ここを中に、何これ、ゴム入ってるの、ゴムみたいな刺すんだ、こうだね。おう、そう、うん、マジ、これ1個刺す。いや、2本だよ。こうクロス刺すんだから、1本、2本じゃん。高さはギリギリ。いや、攻めじゃん。それは知りません。一回で、うわ、いや、狭っ。いや、狭っ。で、通してくんだよ、これ。はい、ね、これ、こ、怖いもんで、作っ、先伸ばす。じゃあ、いいですか。こっち、こっち向きやらないと。やっぱりこれ踏んだりしたらポキッていける。気をつけるスルザーだ。そしたらどっからやるか、スタート地点が分からない。何も入ってなかった。何も入ってなかった。分かるからいいけどね。5分に、うん、クロス使ってるんで、はいはい、じゃこの穴通していけばいいね、こうやって。そうなんだ、うん、どっからこんな感じですね。あ、これか。これ下だね。これ下だね。これ下だね。あ、この分厚いのが下か。じゃあ、このままこうやって。そうだね。うん、で、隅はどこだ、隅が。あ、これか。これだね、これ。こっから通してくればいいね。そうそう、これ通してこう。まっすぐ行くよ。じゃあ、行くよ。あ、ありがとうございます。おい。あ、ここも最初さ、四隅を、さっきの棒で止めるんだよ。うん、あ、ここもね。なるほどね。そう。それできないもんね。そう、できないから。こっから通してくれ。いいぞ、いいぞ。はい。映ってるか分かんないけど、もう。はい。はい。で、これはてっぺんかな。あ、いる？てっぺん？あ、それてっぺんね。かな？はい。分かんない。刺した。これ入り口、入り口、うん、こうか、これだ。あ、そっち、今度そっちに行くよね。行くよ、多分ね。スッと、はい。えこれだ、よく分かったんだけど。あ、いいや、はい。これで通していこう。はい、どれ。で、最後はそこ入れるだけだよ。これうん、これこの穴に、ここを広げて、そうそうそう、ここに入れてもらったんだ。こう、あ、こう、うん、これは、あの、何や、あ、ここ、そうそうそう、刺すやつ。もうそっち、こうだ、うん、そしたら、伸ばしてくよ。そうそうそう、うん、いや、いいね。こうやって伸ばしてきて、伸ばしてきて、うん、
伸ばしていって、伸ばしながら曲げていく。かるよ。いや。お？こうか。なるほど。もっと、あれ？もっとこっち来ないの？まあ、いけるよ。いけるよ。はい。ああ、あれよ。埋めていいよ。埋めるよ。うん。思ってるよ、ここは。はい。うん、はいはい。すぐ。お、いいぞ。うん。よし、こっち刺すよ。いいよ、いいよ。はい、刺した。刺さった。はい、待って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 。待ってる、待って、待って、待って。そしたら、今度は、今度はこっちだよ。うん。おぉ。こうやるよ。こうやるよ。うん。この方がいいでしょ。デカ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 。はい。これ、このさっきのところしてるの。で、ここが上。ここになります、ここになります。あ、こっちは。これ、向き、向き。え、間違えたよ、これ。あ、いいや。だってほら、こう刺すからなんですか。はい、今から戻そう。今から戻せる。戻そう。こうして、あ、これ外でやったらな、もっと だ楽しそう。だからだからね、うん、楽しそうですね。これあれだね、でも一人だと大変そうだな。そうね。え？作り方はね、テントで多分いろいろだ、うん、広げたらすぐできちゃうとかも、ね、あってね。うん。多分ある。あ、これって最後に縛るの？最後に縛る、そう。なるほど。ほう？そう。その向きだけど、ちょっと待ってよ。あ、いやいや、もう出しちゃって出しちゃって、え、出しちゃうと、あ、そうか、そう、取らなかった、これ取らないようにできてるから。あー、そうなんだよ。こうして、よし、俺そっち行かなきゃダメなの、結局は。そう、うん、伸ばしながら入れていかなきゃいけないんだよね。でっけ、でかいね。どっち行くよ。はい、はい、よっ、よっ、なんかこう、こうしたらいいの？あ、折れる折れる。え、折れる折れる。危なっ。で、出てる。こう曲げながら、ここに伸ばしてないよね。こうか。で、あー、ね。上上げる？違う、あのね。うん、一回戻さないといけないんだよ、これ。かかりすぎてる、こっちの方。今度これ取らないんで、そうすると。ああ。なんか場所があればな。ねえ、楽だね。あ、場所あれば楽だね。俺たちの間が多分、明らかにある。そこ光ってる、そこが光っててね。これは？いや、その、もう一個。ああ、取れた、取れた。取れた？あ、うん。はい、取った。はい、取った。次。はい。じゃあ、はいよ。こっちが上げて刺さった。よし。はい。そしたらそっちいいよ。ずっと投げながら。いいよ。じゃあそっちの最後上げる。こっち来ながら、こっち来ながら。うん。こっちでいいよ。こっちでいいよ。ほら。そっち引っ張れる？あー、来た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 かも。え？文字だな、いける？そっち。で、ちょっと待って。うん。こうして、上げてくれるの？ちょっと、あ、じゃあ、行くよ。うん。はい。はい。もっともっと、そっち引っ張ってそうだね。引っ張って。じゃあそこ刺さるだ、そこら辺に、そろそろ。まだ刺さる。あ、そこ抜けてる、抜けてる、抜けてる。そこが抜けてる、そう。だからね、ちゃんと刺さないと、これ泣いてってるぐらいになってるから。
いきます。はい。いいよ。入った。入った。うん。出てきた。そしたら、入り口どこ？入り口はそっち向きにしたんだけど。あれ？これ入り口？こっち。それ入り口？うん。こっち入り口？それは頭縛るよ。縛るよ。縛るよ。ああ、頭縛る。縛るか、縛るか。うん。これいいじゃん。入れたり。あ、こういう風なの？椅子じゃん。椅子邪魔かな？え、そっち入り口ない？ない。ない。あ、ない。あ、こっちにある。じゃあ、こっちが入り口か。これまだだね。うん。じゃあ、回しながら、こっちも出てこっか。はい、あげるよ。うん。せーの。じゃあ、俺右の方行く。はい、はい、はい。あ、はい。あ、待って待って。いいよ。はい、いいよ、いいよ、いいよ。あ、ギリギリだな。あ、そっちが立ててるのか。あれ？あ、そうそうそう、立ててる。よし。オッケー。よし、置こう。置いた。はい。できた？あ、これできた？あ、すげえ。これもあってね、最後に。はい。で、最後に、ビデオになると思う？かけるのかな？いいか、これ。できたんだよ。ちょっと待って。骨組みを隠すために。あ、やばい。まあ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 、できてるけど。できてるけど。ここでいいか。あ、やべやべやべ、ちょっと。あれこうするとね、これが邪魔なんだよな。あれ、ちょっと待って、これ邪魔か。ちょっと、よし。え、見えない。あれ、あのね、この真ん中のね、あ、見えてるな、いいな。ちょっと開けてみて。この携帯に挟んでるあれが邪魔。開けてる。あ、いやいや、見えてる見えてる見えてる。よしよし、いいぞ。はい、こっち来て、こっち来て。こっち来て。サブで。いくよ。こう。完成でーす。よし。で、開けてみましょう。もうとりあえず、開けてみましょう。はい、どうぞ。はい、じゃあ中突入しまーす。ちょっと待ってー。あ、大丈夫？あ、大丈夫。これやりたいのだけ。はい。はい、オッケー。はい、撮りました。はい、どうぞ。え、何？あ、あ、なんか、なんかね。え、なんかこんな感じ。あの、透明の何？網戸みたいなのあるね、ここに。これあれだね、かぶせないと、あれだね。うん。で、こうなってて。これは閉めてる。で、こっちも、天井から。あ、天井なんか吊るすのあるわ、ちゃんと。ライト吊るしてみるか。ティッシュを入れるの？なんでティッシュ？まあいいや。はい、ティッシュもらいました。そしてこっちが、入り口。はい。暑さはどうですか？あ、今のところ涼しい。涼しい。多分、あの、何？その扇風機回ってるからね。そこのね。はい。OK です。じゃあ、かぶせてみますか。そうだね、かぶせてみるか。はい。うん、はい、もう一回、もう一回。はい、では。オッケー。何これ。生まれる。やめろ。うん、やめろ。緑から生まれた。なるほど。で、多分この骨組みを隠すために、あれですね。この緑の、これを。いや、これなんだろう。暑さじゃないの？あ、だから夏、これ夏バージョンってこと？要は。うん。これ風が通るでしょ、これ。これしてれば。そういうことか。寝るときは。寝るときはこれをかぶせた方がいいってことですね。多分そうだね。一回。寒いしね。そうだね。山だから。そう、山だからね。ゆるキャン見た方はね、わかると思いますが。ね。で、これカバーなんだけど、これ多分ね、これ、ここにこうかかる。ああ、はいはいはい。かけるだけ。楽ですね。多分楽。はい。で、ちょっと色々違う。向きだけ気をつければ、ここだけかぶらないようになってるから。うん。そこも先に行ってなきゃいけないんだけど、どこ？これ、あ、チャックある、チャック、これ、チャックが入り口だよね、要はね。それが入り口だよね。あ、そっか。じゃあこういう向きだね、多分。そっちはスペースある、ちょっとこっち自撮りに変えたい。やばい、どうしよう、変えてたもんね。ん、めんどくさい。あ、そっか。
あ、ロゴがある、ここに。一人でできる、これ。一人でできるマン。そう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 。これてっぺんだ。あ、これちゃうか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 、うん。で、こうね。そう、で、ここにほら。ここにフックをかけるとか、下にね。はい。かけた、こっちかけた。で、こっちは。こっちもかけるよ。うん。もうちょっと、もうちょっとそっち引っ張って、うん。こうかけるよ。うん。どう？あ、いい、いい、いい。完璧だ。かっこいい。グリーンステージ。多分ステージだと思う。うん。うん。はい。じゃあ入ってみましょうか。おお。いいじゃん。あ、芝があれだな。もっと引っ張ってもいいね。そうだね。あ、じゃあ行きます。はい。あ、いいじゃん。これもなんかこうしとくの欲しいんだけど、ないの。ライトがないな。ライトじゃない。こうして。暗くない？あ、中？うん。はい。あ、こうすると中暗いか。ちょっと撮ってみてね。うん、あ、暗いよ。暗いね。あ、でもね、うん。あ、いいよ。ちょっと。あれはランプはランプ。ランプあるよ。それはね、なんか別の企画でやろうと思ってたんだけど、か別なっていうか。まあ、じゃあ一応完成ってことで。これで完成か。はい、いやでもね、それだけ持ってくるか。持ってくるか、とりあえず持ってくるか。持ってきて、うん、できる、で、ね、それでこれ100均で買ってきた。100均で、はい、うん、これで作るのね。これで作りますね。はい、で作ってみます。で、そこに、開くと USB のタイプの、ね、うん、ぶっ刺します。ぶっ刺します。そうするとつきます。あ、ここ、あ、そうそう、それを一応ついてあれ、ついて、はい、で、これでちょっと中行きます。はい、行、はい、きましょう。はい、ゴー。これさ、入るってどうだ、足から入る。あ、俺もそう、もうそう。足から入る、これって。わかんない、わかんない。多分そうだと思う。で、あ、これね、あれなんだよ。ヘビーも入んなきゃいけないんで、入ろうよ。じゃあ入りますよ。あ、見て。もう、持ってる、持ってる。見て、見て。ん？見て。あるのかい。横に広がっちゃったの。あるのかい。気づかなかったんだけど。ありがとうございます。あ、じゃあこれなら入れるわ。入ります。はいはい、ズボッと、いや、はい、ヘビ入ってきた。はい、持ってて。さあ、これをね、あ、ほらほら、これ見て、上に、そう、吊るすと噛んで、こう、これ見て、こういうことでしょ。なるほど。要は、はい、はい、はい、めっちゃいいじゃん。いいよ。じゃあこれで上の電気を消します。はい、消しましょう。はい、はい、はい、真っ暗だよ。真っ暗。真っ暗。これでも全然いい。あ、全然いいじゃん、ほら。いいじゃん。明るい。あ、いいね。見えますよ。はい。で、ここで、これは。寝れますか。はい、寝れる。はい。暑いぞ、でも。暑いね。うん。充電式のさ、小型扇風機とかさ、そういうのもいいよね。ああ。あればね。あ、そうだね。うん。まだ今、扇風機の風がちょっとこっち入ってるから、まだ。暑い、うん、相当暑いね、これ。だまあ、バルクラバもあると思います。はい、ああ、それもあるね。うん、明かりどう？弱い？弱いね、弱いね。まあ、うち、ゲームばっかりやってるから、あれでしょ。外はまあ、月があるから、そうだね。もうちょっと明るい、うん。でも、十分だと思います。これ十分だね。十分です。うん、で、もうちょっと明かり欲しければ、ランタンね、下に置いたりとかして、うん、やればいいですし。これ2メートル2メートルでヘビ揺れる、ね、なんか俺ギリギリだった気がするけど、162センチだった。じゃあ俺こう、俺こうかな、もしかしたら。斜めこう。あ、そっちが2メートル。いや、2メートル2メートル使ってる。もっと頭を。こうなして。して足伸ばせる。あ、あー、でも、いいんじゃない、ギリギリ全然いい。じゃあこれからは、このテントで1週間。生活していきたいと。しないよ。しない、しません。
はい、します。でも、はい、できた。できたね。はい。で、明るいし、うん。電気も確保できたし、うん。正直、キャンプしたい。ちょっとこれ明るい映しても大丈夫かな、うん、ちょっとわかんないけど。よっ！はい、こんな感じ。あ、いいね。だあのね、部屋の中って無風なんですよ。そうだね、かぶせちゃうとね。そう で風がまあ向こうあるから、うん、川風とかね、だから結構涼しく過ごせるんじゃないかな。うん、うん、まあ、あんまつければ、うん、あのカバーは外しちゃってもいいしね。で、うん、ここになんか入れるものもあるし、なんかちょっとだけ。それは何入れるんだろうね。何入れるかわかんないけどね。これやない？ あ、ティッシュか。ティッシュか。で、まあ、虫除けね。なんかて広げた、畳み方わかんないや。まあいいや、はい、丸めよう、はい。よし！はい。じゃあ、とりあえず、できました。1週間、多分、あ、バッテリーがなんとかってなってくると、まあ、長いかな。いい。2、3日かな。で、ここで何かできることを、ちょっとやっていこうかと思います。ということで、テントを作ってみた。はい。でした。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。